大人の遊びをしようじゃないか。逆イールド観察隊隊長、五木です。本日もよろしくお願いいたします。さあ、今日はね、えー、時間外取引でアップルの決算がありましたね。えー、その後どうなっているのか確認しに行きましょう。現物のアメリカの株式の取引は大人のたしなみです。作戦会議、スタートです。ぼ、ぼ、僕らは逆イールド観察隊。いつになったら この逆イールドが解消するのでしょうか本当に聞きたいなと思うんですけれど。まあ早くてもね、今年の後半から来年にかけてかなというふうに思うんですけれど、まあこの逆イールドが解消するまでは株価は上昇。逆イールド解消後は株価が下落というね、図式がね、過去はあんなり立っております。まあ今のね、段階というのはまだまだね、逆イールド解消が先なので、対策しなくてもいいのかというところで考えてきますと、いやいやいや。 普段暴落っていうのはね、予期せぬ時に。 ある日突然やってくるということなんですけれど、逆イールド解消後にね、下落が来るというのがね、分かっているんだったら対策していきましょうということで、メンバーシップを立ち上げましてね、転ばぬ先の杖、メンバーシップ活動をしております。ご賛同していただける方のみん、ね、な、メンバーシップご登録をお待ちしております。別チャンネルで40歳から60歳世代が失敗しないニーサ投資、クレガとパタや食とホテルということで、n、まあ、ニーサとかね、アメリカの株式のね、話の方をしております。こちらの方 しっかりとお金の方うを稼ぎまして、老後不安をなくしていこうと、老後は旅とグルメ三昧していこうと、この旅とグルメ三昧をするためには、クレジットカードの付帯特典が必要ですよねというチャンネルの方になっております。最近ですと NISA で使える S&P500 トップ10投資信託5月17日発売というこちらの方うのね商品とかをご説明させていただいております。 チャンネル登録の方もね、お待ちしております。レバレッジ ETF のね、分配金っていうのは、私はね、これは特権だと思ってるんですよね。めちゃめちゃありがたいと。短期公社債やコールローン、こちらの方をね、組み入れて、レバレッジ ETF っていうのは運営されているんですけれど、ここで利息が出て、 証券会社さんの手数料を引いて余るんだったら分配金ということなんで、まあ、レバレッジ型 ETF の、ね、分配金が出たときは、ああ、リスクがたくさん、ね、儲かったんだなと思っていただければいいのかなと。 タコ足してるとかね、わけわからんこと言ってる人がいますけれど、しっかりとキャピタル、そしてインカムね、もらえるんだったらいいんじゃないかと。特に今ね、テスラ2倍ブル、こちらの方はね、捕まってるという状態ですけれど、テスラ2倍ブルの方は今のところ、市販機に一度のね、分配金が出ているということなんで、まあ、しっかりとね、上昇していくまで、分配金をもらいながら少しずつ少しずつ、 買い、増しの方をね、続けていくなんていうのもね、いいんじゃないかなと思ってます。はい、アップル、売上高が予想ほど落ち込まずと、中国の需要が、そこが高くということでね、ブルームバーグから引用しております。中国での売上の方がね、164億ドルと、市場の予想は159億ドルということだったんで、市場予想を上回ってきたと。そうしまして、売上高は4.3%減の908億ドルと、 約14兆円でかいですよねと。えー、市場の予想は903億ドルだったんで、まあ、こちらのもしっかりと上回ってきましたよと。一、えー、株当たりの利益1.53ドルと、えー、こちらも予想1.5ドルを上回ってきたと。 アップルは配当を4%引き上げ、人株当たり25セントとしたと。自社株買いの方も1100億ドル拡大する計画を承認したということでね。まあこれが交換されたのか、時間外取引の方で株価はね、一気に上昇していると。ま,あ、まだこの時間帯、時間外取引が終わってませんので、若干下げてるのかなというところはありますけれど、今の段階でね、6%以上の上昇になっていると。今日マーケットが開いてからのね、ナスダックとか、 ハングプラスの上昇がね、どれぐらい上昇するのか、アップルに引っ張られるのかどうかというところがね、楽しみですね。アップル、かなりでかいね規模のお会社ですからと。 さあ、えー、ソグルの方ですね、えー。こちらの方は5分足のチャートと、えー、マーケットが開いてからは一旦下落したんですけれど、えー、そこから、ねえー、持ち直しての右肩上がりと、m c 後の下落がね、えー、何だったのかなというね、えー、ことがありますと。まあ、こういうのがね、よくわからないね、下落、よくわからない上昇というのがね、あるんですよねと。まあ、ただ日足の方の、ね、チャートで見ますと、 やはりね、高値は切り下がっていってるのかなと。そしてこのあたりでレンジに入ってきて、NVIDIA の決算後、上に行くのか、下に行くのかというところをね、見極めていくのかなと。 NVIDIA のね、決算後上に行ってしまえば購入できないということですね。NVIDIA の決算後下に行ってくれれば、会話が到来してくるんじゃないかなということになりますので、エコシタンタンとね、v i d i a のね、決算が終わるまで待っていると。終わり値が36.45ということで、こちらはマイナスね、40%34.16 よりも若干上と。ただ30%下落は39.89ということになりますので、まだ30%以上の下落にはなってますよと。 あとは NVIDIA の決算を待っていきたいと思います。テスラ2倍ブルー。こちらね。まあ、イロンマスク氏のね、思惑通り、いったね、30%以上の上昇を見せたんですけれど。まあ、あまり一気に上昇しすぎたのが、今ね、3営業日下げているところと。さあ、ここですよね。えー、問題は7ドル切ったところで買いになるのか、それとも6ドル台、5ドル台に戻っていくのかというところで、ね、まあ、しっかりと見極めて、 7ドル切るようですとね、また拾い集めていきたいなと思ってます。もう出来高の方も、まあ、最近の出来高の平均値には達してますけれど、ガンガン上がっていくときっていうのはね、出来高を伴っての上昇ということがありますので、テスラの方はこちら、ちょっと様子見かなというふうに思っております。終わりに8.01、時間外取引8.06と、昨日と全く動いていないという、ね、ことになってます。この8.01っていうのは、まだ60%以上の下落に なっているんで、7ドル台前半もしくは7ドル切ってくるというね、えー、状態になれば、まあ、買い増し検討ですね。マイナス70%で6.33。この辺りまでね、えー、下がってくれるんだったら、まあ躊躇することなく買えるのかなというふうにはね思ってるんですけれどもと。 まあ、昨日とほとんど変化がありません。終わり値が一緒ということに、ね、なってますので、280株はマイナス50.51、十川さん講座230株はマイナス18.93、マネクス証券200株はマイナス40.7ということになりますけれど、まあ、長らくね、安い県内でもみもみしてくれる、レンジに入ってくれるようですと、来今月分の えー、労働収入からの入金がね、もうそろそろしたらありますので、そちらの方でもね、購入できるということになりますので、まあ、じっくり回ったり、攻めていきたいなと。まあ、えー、とりあえず8月第3金曜日、まあ、ここが一つのターニングポイントだと思いますので、まあ、ここまでにね、何株増やせるのかが楽しみと。今はね、710株ということになってますんで、まあ、できたらね、1000株ぐらいになってたら嬉しいなと思ってます。えー、TMF ですね、52週の最安 安値がとというこで現在が45.32ということで、レンジに入ってますよね。このレンジの向こう側で下げていくようなことがあれば、40ドル割っていくことがあれば、もう購入しないとしょうがないですよねと。 DBSD ですね。こちらの方はもう完全なレンジに入ってるのかなということで、まあ今、レンジの中の上根圏内にいてますので、まあここは手が出せないですね。再度落ちてきたとき、まあ60ドル切ったところ、まあこの辺りが拾っていくところなのか、ただしその付近まで落ちてくると、ボリンジャーバンドを、マイナス2シグマのところにタッチ、もう少しでするんじゃないかというところになりますんで、まあそこからバンドウォークね、え、かされれば話にならないということになりますので、まあバンドウォークま ですかね、ここから上昇していくようですと諦めるということで、QLD の方も、えー、もういい感じで、下ひげがめっちゃついているということで、えー、昨日は胃部屋ひげが、ね、めっちゃついていたんですけれどと、まあ、乱高下している、まあ、正しい高根県内でのレンジということになりますね、ここはもう様子見ですよね。 1>, 1日遅れで出ますレバナス5月2日の基準価格は3万3261円ただしね今日出てくる基準価格はこれを上回ることは確定されていますので、まあ、レンジの中いつね回復していくのかと今年の3月4日につきましては3万8016円意外とこれが遠いですよねと10年歳の方は若干下がってるような、ね、風にも見えるんですけれどいやいやレンジに入ってるだけでしょうと言われればその通りですよねと、まあ、とりあえずこのね10年歳も もしくはね、債券の利回りがもうちょっと落ちてきてくれないと、株式のね、上値をかなり抑えつけているということがありますので、早くね、10年債の利回りがもう少しだけね、低下して、まあやっぱり4%切るぐらいですよね。その3.98とかね、そのあたりまで落ちてきてくれると、株式もっとね、影響よく上昇していけるんですけれどと。さあ、超短金利差逆転ということで、2年機昨日ね、結構、 変われましたので、まあ0.292と、まあ久しぶりにかなりね、縮小してるんですけれど、ただしここからもちゃとぶり返していくんですよね、ということがありますんで、まあまだまだね、逆イールド解消は先なのかなと。それだと株価はまだまだね、上昇していく余地はあるぞ、ということですね。ファングプラス指数の方の NY ファングです。まあ QLD 同様ね、レンジに入っているということになります。 2023年度の実績は3月から12月で実現損益プラス4663ドル46セント利益を出しておりますと。2024年はラブを1回売っただけですので243ドル4セントプラスと。まああとはね、テスラが売れた時に実現損益っていうのはプラスになると思いますので、それまで楽しみと。さあ、またね、ちょっと希望的観測が 甘くなってきてるのかなということでね、9月に利下げがあるという人が45.6%と若干増えております。7月31日でもあるんじゃないかという人が31.3と、このあたりがね、もっと とね、シビアになってもらわないとね、なかなか難しいのかなと。11月が43.3、12月が35.0、来年の1月の27.1っていうのは、ちょっとここ減ってきましたよね。もうこの1月の段階では2回目の利下げがあるんじゃないかというね、もうこのあたりもね、ちょっと甘いんじゃないかなと思うんですよね。もっとね、シビアに、マーケット関係者がね、この利下げについて捉えていかないとと、まあ、楽観視する人がね、意外に多いなというね、印象です。 絶対に負けない取引、株価が下がれば、含み益下がるのは当たり前。株式は下落と上昇を繰り返していきます。損切りの必要はありません。株価、戻るまで余裕ぶっこいて感染。株で勝つためには入金力、これを高めていくしかないということになっております。さあ、問題は、 最近、電ジに入っておりますので、まあ、なかなかね、SOXL などねえ、欲しいものが買えないという状態になってます。まあ、こういう時こそね、待機資金を円で持っていてもしょうがないので、今ね、為替介入後、意外と円高の方に振ってるなということなので、まあ、ドル転してね、そして MMF に入れて、まあ、MMF のリザや、今年間ね、4.8%。 いただけるということになってますんで、まあ当分ね、買えないんだったら、もう MMF に入れてね、利息だけでも稼いでいこうというね、そして株価が下落したら、その時ね、ニコッと笑ってすかさず買うという、まあ株価戻るまで余裕ぶっこいて観戦していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。